カルロスさん、カルロスさん。お金、てめえ一体どういうつもりだ。お前が俺たちをこんなところに。違う、僕じゃない。だったらそのふざけた被り物は何なんだよ。エリック、もういいじゃない。子供相手に何ムキになってんのよ。ミラ、何でしょうこれ。やめとけダイアナ、無理に外そうとしない方がいい。どうしてですか。ファイは知ってるんだよ、多分見覚えがあるんだろう。バングル、1年前の事件ではそう呼ばれてた。だよな、アカネ。ジュンペイ君。おはよう。気分はどうかな。誰だこいつ。私はゼロ、2番目のゼロだ。2番目。まず最初に断っておく。この映像は録画だ。したがって君たちの問いに答えることはできない。さて、一つ古い話をしよう。今から17年前、ある雨の朝、一人の女性が広い公園をジョギングしていた。いつもの三叉路に差し掛かったとき、普段なら右のルートを走るところが、その日に限ってなぜか彼女は左のコースを選んだ。そこで彼女は毎朝顔を合わせる老人に出会った。老人は不思議に思い、彼女に尋ねた。どうして今日はこっちの道を。すると彼女はこう答えた。カタツムリがいたから。それから数時間後、彼女は遺体となって発見された。殺されたのだ。左のコースのほど近く、公園内の茂みの中で。運命とはかくも理不尽なものだ。そうは思わんかね。何言ってんだこいつ。君たちも同じ。理不尽な運命の流れに乗ってここへと運ばれてきた。深さ50メートルの地下にある核シェルターにね。シェルターだと。シェルターは見ての通り3つの区画に分かれている。まずカルロス、アカネ、ジュンペイ、君たちがいるのは C 区画だ。今後君たちのことを C チームと呼ぶ。リーダーはカルロスに任せよう。次に Q、 ミラ、エリック、君たちがいるのは Q 区画だ。君たちは Q チーム。その名の通りリーダーは Q ということになる。おい、ちょっと待ってよ。冗談でしょ。最後にダイアナ、ファイ、シグマ、君たちがいるのは D 区画と呼ばれるエリアだ。リーダーはダイアナ。君に D チームのメンバーをまとめてもらう。君たちはそれぞれ自分がいる区画の範囲内であればどこへでも自由に移動できる。ただし制限時間がある。90分だ。90分間の活動を終えるとバングル内の注射器が作動し、麻酔薬および記憶消去薬が投与される仕組みになっている。記憶消去薬。これにより君たちは深い眠りにつくと同時に、それまでに起こった90分間の出来事を全て忘れることになる。そんな。バングルにはもう一つ機能がある。時計だ。両側についたボタンを同時に押すと現在時刻が表示される。12時10分。今日は12月31日、大晦日。あと半日で年が明ける。だが無事に2029年を迎えられるのは君たちの中でもごくわずかだろう。扉を見たまえ。
X と記された扉だ。この扉、X ドアの先はエレベーターホールになっている。そこでエレベーターに乗り込み、地上に登る以外に外へと出る手段はない。扉の開き方は簡単だ。脇にある制御装置にパスワード X パスを入力すればいい。ただし必要な X パスは6つ。誰か一人が死亡するごとにそれを一つずつ発表していく。つまり君たちのうち6人が死ねば、生き残った者たちは6つのパスを手に入れ、 X ドアを解放できるというわけだ。ふざけた真似を。なお、X ドアが開いている時間は30秒間だけなので注意してもらいたい。30秒経つと扉は自動的に閉鎖され、二度と開くことはない。ところで、君たちのうち何人かは今の話を聞いてこう思ったはずだ。どうすれば6人を殺せるのかと。まさかそんな人。そこで一つチャンスをやろう。これから多数決によって処刑するチームを決める。なんだって。部屋の隅に1台の PC があるのが見えるだろう。そのモニターに君たちの敵となる2つのチーム名が表示されている。それらのうち殺したい方のチームを選べ。票は各チームにつき1票ずつ。投票は必ずリーダーが行うこと。締め切り時刻は13時30分。それまでに票を投じなかった場合、ペナルティとしてそのチーム自身に2票を加える。票を2票以上集めたチームが敗者だ。そのチームのメンバー全員を処刑する。では始めよう。運命のゲーム、ディシジョンゲームを。これは君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。